はい皆さんこんばんは柳田です今日も一日お疲れ様でした。 これからまだお仕事がある方や家事をされる方、勉強や副業に取り掛かる方はもう少し僕と一緒に頑張りましょう。このチャンネルではですね、1日2本古物市場や転売ビジネスに関する動画をアップしておりまして、夕方にアップされるものはですね、こうやって音声と画像をベースにしたものになっております。えー、今回初めてご視聴される方はですね、ぜひチャンネル登録をして、普段の動くやなぎだの動画もぜひ見てやってください。よろしくお願いします。 え最近はですねあのー、僕ね夜中の4時ぐらいに寝てうんと決めてないんですけど昼の12時とかね1時に起きるっていう生活をずっと繰り返してまして、えー、今日はねなんとね2時2時過ぎぐらいに起きたんですよ。ななんんかねねもう決まってないんですよ、ね、適当に なんか起きてて適当に寝るみたいなことをやってましてで動画をね撮り始めてたのがね夕,夕方の夕方っていうか夜だな,なんか7時とかを回ったぐらいからね撮り始めてまして現在ね夜の23時ぐらいなんですけれどもなんか全然頭が回転してなくってなんかあのこのね質問に答えられるかなと思ってビビってるんですけれども、えー、引き続きですね前回からの続きを 答えてていいきたいなと思っておりますで最近ですねトクトクさんっていう方が Twitter からの DM でですね大量の質問をくださいまして、えー、それに回答しているということになっているんですけれども、えー、昨日ですね確か40問目を答えて今日41問目からを回答していこうかなというタイミングで、えー、合ってるのかな <laughs>、えー、そんな感じなので引き続き回答していきたいと思います。 えーと頭が回転してないのでゆっくり読んでいこうかなそんな感じでいきますねよろしくお願いします、えー、トクトクさんありがとうございます41番目の質問出品商品の質や他の参加者の資金量からその日に落札できる気配がない場合は諦めて帰った方がいいのかということなんですけども これ,うんこれはちょっと分かんないですね。その他の参加者の資金量がまず分かんないからね。これは何とも言えないという感じですね。落札できる気配がない場合っていうのも、まあ、ちょっと何とも言えないとこですね。前からあのあのお伝えしたことがあると思うんですけれども、えーっと、市場も、動、まあ、市場もですね、ブランドオークションもですね、やっぱりね、後半になってくればなってくるほどね、 あのみんな疲れてくるんですよ。<laughs> 午前中から開始スタートして、で夕方のね、本当長い時だと。うん、夜の九時、まあ二十一時とかね。 えーまあ、20時とかねそれぐらいまでずっとやってるとかいう場合もあるので後半になればなるほどね疲れてきてでみんなねあの目、ー、星い商品が買えてきてお腹いっぱいというような状態になってくるので、まあ、後半になってからねギアを入れてね勝負してみるっていうのも一つの手だとは思うのでまあその買えない気配っていうのはなんか早めに見切りをつけるというのはちょっとどうなのかなというふうに思う部分はありますね。はいえー、で42番 えー、そういう時は諦めて帰った方がいいのか最後までできること相場を知るとか諦めず入札してみるとか以外のアドバイスをするとすれば何ですかということなんですが <laughs> うーんいやほ、まあ、他には別にないかな他かのまあ参加者の人とちょっと喋ってみるのはどうですかね。 うんまあ、ずっと昔からやってる、ね、昔からその市場に来てる人とかいると思うんでそういう人たちはね本当もう何十年選手とかね <laughs> そういうレベルの人たちだったりするんで、まあ、話していろいろ教わることもあると思うし、まあ、仲良くねなれるんだったらなった方がいいんじゃないかなと思いますけどね、まあ、そんなとこですかね。であとまあ他のねその古参の人たちじゃなくて新しく入っている 来てる人たちともまあ軽く喋ることができれば、他の市場のこととかそういう情報が入ってきたりとかね、えー、するんじゃないかなとは思いますね。はい次行きたいと思います。えー、43番、ブックオフなどの大手企業の人が小物市場に参戦することはあるか。これは普通にありますね。えー、っとま僕が見てる見たことあるのでは、えー、っとトレジャーファクトリーでしょ。えー あとはあのー、ユニオンレコードさんでしょあとセカンドストリートあと大黒屋さん,んあと何だろうなまあ結構いますよ普通にあエコリングかエコリングあとどこだろうなまあ普通にね普通に大手 言いますよ <laughs> というか昔から昔からやってますね昔からやってるし今となってはそういう大手自身が、えー、オークションを開催してるっていうケースが、まあ、あったりしますはいまあそんな感じですね次44番「自分が古物市場を主催することは可能か?」また「できないならその最大の理由は?」これはですね自分が小物市場を 主催することは可能です正直言って可能なんだけれども、えー、めっちゃ大変だと思いますね多分あのねこのね古物市場のことを知ってブランドオークションのことを知ってで参加してみるじゃないですかで参加してみるとねなんか誰しもがね思うんですよ特にあの初心者の人はね思うんですよあれこれ自分で古物市場できるんじゃないのみたいな。<laughs> で古物市場っていうのは その商品の売り買いの双方から手数料を取るであと参加料を取ることによって、えー、成り立ってるんですねで、まあ、例えば、えー、と売った金額売り人さんが売った金額から、まあ、10%もらうとか、まあ、ヤフーオークションみたいな感じですねヤフーヤフオークで言えばそのヤフーのポジションにつくみたいな感じですねで売れた金額から手数料で10%もらうでさらに、えー、落札した人 これヤフオクとはちょっと違うんですけども落札した側からも10%取るみたいなそうすると出来高から20%取れるからもしね1万円の商品が売れれば2,000円あの手数料を取ることができるっていうようなまあモデルになってるのでこれね一見すると小物帳は結構いいじゃんみたいなあのなんか。 在庫を持つ必要もないしでその開催するだけで双方から10%ずつ手数料取れて結構いいじゃんと思いがちなんですが、えー、これはね意外とそんなに甘くないとでそのまあ最大の理由はっていうことなんですけれどもまず、うん、いくつかあるんですけどもまず一つ目が場所ですね場所。 場所を確保しななけければいけないっていとうことが1つ目特に道具市場の場合はでっかい倉庫が必要だったり参加者が止める車を止めるためのスペース駐車場が必要だったりします基本的にあの大きな会場でやってることが多いのでーまあ結構その家賃だけでお金がかかるあと駐車場の料金だけでお金がかかるっていうことですね、まあ、これがまず準備できるかっていうことがまず1点そして2つ目 二つ目がね、これがまあ最も、最も、 もも参入の障壁になると思うんですけれども、えー、商品を集めなければいけないっていうことが2つ目ですねこれはあの売り人さんを集めるっていうことになると思うんですけれども、えー、これが大変ですねやっぱり商品をね集めてくるっていうのはねそんな簡単じゃないですねあのやはり業者さんとの信頼関係もあるし既存でね大体の業者さんはどこかしらのもう古物市場で荷物を卸してで売買しているケースが多いので、まあ、そんなね 売人さんをです、ね、こっちに引き抜くみたいなことは、まあ、なかなか難しいんですよね。 でまあ、そこだけは、ね、ちょっと考えなければいけない商品が集まらないというような状態ですねで、まあ、3つ目が「い人さん」を集めなければいけないっていうこと、はいえー、商品は集まるんだけど買う人がいないと、えー、市場競りは成立しないのでこの売り人さんと買い人さん両方集めなきゃいけないわけですね当然で買い人さんも集めなければいけないで買い人さんは集まるんだけれども商品が少ないと買い人さんは離れてしまうね で売り人さんは集まるんだけども買い人さんが集まんないと高く売れなくて売り人さんが減ってしまうっていうねこのね鬼の地獄のようなねこのバランスをね保っているのが古物市場なんですよだから、うん、僕は正直ね恐ろしすぎてあの自分でやってみようってね思ったことはまあ一回もないですねあのこのリサイクルをやってるとか。 中古品の転売ををやっててるとかね、あの古物市場で仕入れをしてます。ブランドオークションで仕入れをしてますあと、まあ、骨董品とか美術品のオークションで仕入れをしてますっていう話をね、あのー、知り合いとかね、まあ、先輩とかねあのすると「あだったらそれ自分で運営してみたらいいんじゃん」って割とね簡単に言われるんですけどいやいやいやそんな簡単じゃないよっていうね話なんですよ <laughs> 本当に <laughs> マジです。 はいえーまあ、もしねやろうと思ってる人が、まあ、この中聞いてくださってる方の中でね、まあ、僕のこの動画を見て頂い,いて古物商の,あの許可を取って、まあ、市場に行ってね仕入れを始めたとで仕入れもうまくいって転売今できてるっていう方の中で、まあ、もしかしたらね古物市場できるんじゃないかなって思っている方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、相当な覚悟を持ってやるんだったら挑戦してみてください。あの本当にね 大大変変ですよ <laughs> 本当に大変あとまあ人間関係もあるし、まあ、トラブルなんかもあるでしょうから、ねまあ、そういった業者さんたちをまとめなければいけないっていうねそういうことがあったりするので本当にね今,今現状であの長く続けている古物市場の,その経営者の人回収回収っていうんですけど回のね回の長回収の人は本当にまあみんなすごいなと。 僕はまあそういうふうに思ってますね正直はい、えー、なので簡単にやろうと思うのは危険だよと言っておきたいですね <laughs> でまあ手続き自体は簡単であの古物し免許申請するときにあの古物商なのか古物市場主なのかっていうねそのそのチェックの欄があったと思うんですけどその古物市場主の方にね丸すればまあ古物市場開催することができますので興味がある方覚悟がある方資金に余裕がある方はまあぜひねあの選択肢の一つとして入れて てみてはいかがでしょううか、まあ、あの僕ははやるっていうことは一切ありません <laughs>、はい、以上です、えー、今回はですね、まあ、長くなったのでこれぐらいにしたいと思います。えー、というような感じでこのチャンネルではですね、まあ、転売せどりとかですね、えー、メルカリのこととかヤフオクのことあとまあ古物市場の仕入れのことについて情報を発信しております。 して、でコメント欄からですね、そういったことに関する質問疑問を募集してますので、ぜひ気軽にメッセージください。よろしくお願いします。えー、今回も再度最後までご視聴いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。おやすみなさい。